クリスティン・クルックはカナダのバンクーバー出身の女優。姓はクルークとも表記される。父親はオランダ系、母親は中国系。2001年1月放送開始のカナダのテレビドラマ、エッジモントにレギュラー出演する傍ら、同年10月放送開始となったアメリカ合衆国のヤング・スーパーマンにも主人公の初恋の女性役としてレギュラー出演。 北米のテレビ界では珍しい日本のテレビドラマの同時レギュラー出演をこなした。ヤングスーパーマンのキャスティングで一番早く決定したのが彼女が演じるラナナ役である。ヤングスーパーマンに先駆けテレビ用映画スノーホワイト白雪姫にも主演。同作はヨーロッパなどでは2001年に公開されていたがアメリカでは2002年になって ABC 系列で放送された。カップコンの人気格闘ゲーム、ストリートファイターの2009年公開の実写映画、ストリートファイターザ・レジェンド・オブ・チュンディにて、人気キャラクターである、中国系の美人格闘家、春麗役で主演を果たす。2012年秋からは、ザ・ CW 系列の新番組、ビューティ・アンド・ビースト、美女と野獣にヒロイン役で出演。ありがとうございます。